うわー、切符なくしたー。最悪だ。あれはい。あどうしたうん。あ切符なくしちゃったの。あー、そっかそっか。どっから来たのあ岡崎ね。岡崎だとここまでね、580円なんだけど、ごめんね、もう一回買ってもらって、また切符見つかったら、お返ししますので。前の女子高生も切符なくしたのかなごめんね。はい。じゃあ、ちょうどいただきます。お姉ちゃん、お釣り580円です。 いやいやいや。次から気をつけてね。大丈夫大丈夫。いってらっしゃいませ。はい。いってらっしゃい。え、ただで出してもらってる。俺もいけるかな。すいません、金さん。はい、いらっしゃいませ。あの、切符をなくしてしまったんですけど。切符なくしたんですかうん。だとここまでの分ね、お金かかっちゃうんですけど、どっから来ましたか岡崎ですね。岡崎。岡崎ですと、580円ですね。もう一回払った方がいいですか あ、そうですね。もう一回買っていただいて、まあ、見つかり次第払い戻しって感じになりますね。はい。ちょうどでお願いします。はい、じゃあちょうど500円ですね。いただきまです。これね、新しい切符になりますので、なくした切符と一緒に持ってきてもらうと、あの、手数料引拭いて払い戻しできますので、はい、見つかったらまた持ってきてください。はい、ありがとうございました。あ、もう、大丈夫ですかあ、もう大丈夫ですよ。あれお釣りは、いや、あの、ちょうどいただきましたんで、お釣りないですけどね。え あの、僕の前の女子高生、タダで通してましたよね。通してないんですよ。え、通してましたよね。何が言いたいんですかいや、僕も、タダでいいかなと。余ったりせんじゃないやつぞ。てめえのミスだろ。自己管理が甘いんだよ。え ?JK と態度違いすぎるだろう。ああ、わかりました。すいません。おい てめえ、本当に切符買ったんかえいや、切符は買いましたよ。てめえみたいな考え方してる奴が信じられるかいや、切符は買いました。俺の目見て言ってみろ買いました。怯えてんじゃねえ。堂々と生きるわどういうことじゃあ、キセル扱いで3倍用品いただきますんで、1740円ですね。え、どういうことですかえ、ちょっと待ってください。キセルとかしてないんだ。あの、ちゃんと切符は買ったんですよ。切符は買ったんですけど、払わないなら警察呼びますよ。いや、 払います、払います。はい、ちょうどいただきます。すいませんでした。死ぬ気で生きろ